今日はリングイネアルグランケを作っていきたいと思います。今日はリングイネアルグランケをですね、カニのリングイネのパスタを作るんですけれども、今回このワタリガニですよね。すごく状態のいいワタリガニが、なかなかフィレンツェではお目にかかれないカニがなんですけれども、それに合わせて、パスタはリングイネなんですけれども、なるべくこのカニ自体 その甲殻類のうまみをこのパスタに吸わせていくような美味しさのあるパスタにしたいなと思っていて、このカニ自身 そのカニの身はほとんどないんですけども、この香りだったり、その焼いて香りを引き出してソースですよねを作っていって、そのリングイネに合わせてあげるパスタですね。シンプルながら奥深い味わいのあるパスタを作っていきたいと思います。そのリングイネのパスタとカニに合わせて、その副素材としてイタリアンパセリとチュポロッティ、玉ねぎ、あとニンニクとフェベロチーノ、あとトマトですね。トマト缶のトマトだけを使うことによって、そうですね、カニのフレッシュさと香りを引き立てるような、あとカニとやはりネギは相性がいいですよね。特にこの葉玉ねぎのその爽やかな香りと、全ての食材で爽やかなパスタを作っていきたいと思います。はい、では作っていきますね。最初にこのニンニクを皮を剥いて、いつもの粗みじん切りの感じで、芯も気にならないのでそのままザクザクと切っていきます。でそのままフライパンにオリーブオイルを入れて炒めていきます。ではこのチポロッティ、日本語的には葉玉ねぎですよね、切って入れていきます。本当にこうザクザクと切って入れていく感じですね。一緒に炒めていくので、そこまで大きさは気にしなくてもいいかなと思います。大きかったり小さかったりの感じでも美味しいですよね。で今このニンニクが温度が上がってこうふつふつ言ってきたので、火を弱めて、でここに一緒にネギも炒めていきますね。ではここの今ネギを入れて、炒まっているところにペペロンチーノも、ペペロンチーノはこう今回は半分にして入れますね。でこうオリーブオイルの中に浸してあげて、こう弱火でゆっくり炒めてあげる感じですね。ではここにカニも切って入れていきますね。はい、ではカニを、このまま入れてもいいんですけど、このまま半分に割って、でこのまま入れていきますね。でこのままカニを炒めながら、ちょっとオリーブオイルの油分が少なかった火も下してあげて、で温度が下がったので一回火を強めますね。でしっかりこのカニを全体炒めてあげる感じですね。この切った断面の部分もしっかり火を入れてあげることを注意します。というのはこのカニをしっかり焼いてあげることによって、カニのその臭みだったり、それを全て加熱して取ってあげる感じですね。で温度帯が上がりすぎないように気をつけた方がいいですね。これがどんどん焦げちゃうので、しっかり温度を上げつつも、温度が上がりすぎてない火の強さで炒めてあげるのをお勧めします。カニから水分が出て、どんどん、そうですね、その水分を煮詰めてあげる感じですよね。じゃあどんどん炒めていきます。
じゃあカニがだいぶこう水分が飛んで、こういう弱火でどん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 加熱してあげる感じですね。でこの香りを嗅いであげて、最初のそのカニのこの臭みというか生臭さがしっかり取れたのを確認して、それでここにちょっとトマトを、このトマト缶のトマトですね、これをまあ一かけだけこう潰す感じで入れましょう。じゃあちょっとこう形を残してあげたいと思います、ね。ここで一緒にまたそのトマトの水分が出てくるので、この水分をしっかりこう煮詰めてあげる感じですね。今気持ちまた火をちょっと強めます。温度が下がったので、でまあしっかり水分をこう詰めて凝縮してあげる感じですよね。でしっかりこう加熱しながら旨味をどんどん引き出していく感じですね。ではこの水分がだいぶこう煮詰まった感じですよね。でそこにちょっとお水を、まあ、分量外のお水なんですけど、ちょっとコップ半分ぐらい入れて、このカニをちょっとこう 煮込んであげたい感じですよね。でそこでさらにまたそのカニのこの甲殻類の美味しさをちょっと水分に移してあげる感じですね。ではこのままちょっとこうゆっくり煮込んでる間、煮込む時に水分を入れる時はよくその技術的に、例えば氷とかを入れて温度帯を低くしてみたいな話なんですけど、やはりカニはその温度帯が低い方が料理水分に移りやすいので、ここではもう火を弱めて本当にゆっくりこう香りをこう水分に移してあげる感じですね。じゃあこれをちょっとゆっくりやってる間に、まあ、リングイネを茹で始めますね。まあ、リングイネのこの、まあ、塩分量ですよねは、まあ、大体 1% ぐらい そのしっかり塩分のついた水分で入れてあげてください。リングイネは特にこう幅が広いので、塩分が強すぎるとこのカニの水分もあるので、カニの水分、カニの塩分ですね、それをまあ微調整しながら、まあ、自分の好みに入れてあげるといいと思うんですけど、あんまり塩分が強すぎない方がいいですよね。特に魚介類のパスタは。でこのカニもしっかりその水分の中にこうくぐらせてあげながら、どん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 こう旨味を引き出してあげる感じですね。しっかりこの鍋肌が焦げないように気をつけた方がいいですよね。はい、ではパスタがそろそろ上がるので、このイタリアンパセリをちょっとこう刻んで用意しておきますね。結構このカニのパスタの時はこのイタリアンパセリの茎なんかもシャキシャキして美味しいと思いますので、多少そんな大きくなりすぎてないところ入れてもいいかもしれないですね。ではパスタソースとパスタがいい感じなので茹で上げますね。もう火切っちゃいますね。今温度帯がどちらも熱いの でしっかり水分を切って、ちょっとこうそうですね、この水蒸気を飛ばすような感じにするとよりここのソースがパスタに吸うので、しっかり水気を切るのをおすすめします。でこれも最後にちょっと合わせてあげて、でこう先ほど切ったイタリアンパセリですね、なんか入れちゃいます。状態を見て少しオリーブを足しますね。
味見をして、いいですね、ここでもう味がちょうどいいので仕上げていきますね。じゃあ盛り付けていきますね。仕上げにオリーブオイルと、胡椒、はい、ではこれで完成です。リングイネアールグランキオですね。